わしはここを出ていく。そこの人、そこの人、ちょっと手を貸して。おお、あんた傭兵だろ。ちょうどよかった。ここに来る途中、チョコボが野党どもに追われてたんだ。あいつを助けてやってくれないか。チョコボ？ああ、ここら一帯を縄張りにしてる野生のチョコボだ。でもただのチョコボじゃねえ。魔物や野党から行商や旅人を守ってくれるこの辺りの用心棒みたいなやつさ。そんなチョコボがいるのか。俺もこの前野党に襲われたところを救われてな。きっとその時のやつらが報復しに来たんだろう。どうか頼む。あんたの力でチョコボを助けてやってくれ。いいだろう。ありがてえ。それでそのチョコボはどこに。この先の街道を横切って船着き場の方へ向かっていった。あのチョコボは気高いナイトのごとき振る舞いで、行商仲間からもロザリアの心なんて呼ばれてる。一目見ればわかるはずだ。わかった。それじゃよろしく頼むよ。異常はないようだな。ロザリアの心、どんなチョコボなんだ。これはチョコボの傘切り羽。白チョコボなんて珍しい。あいつを思い出すな。この足跡、向こうか。警戒して。これはチョコボを追ってた野党か。あれは追い詰めたぜ。散々俺たちを焦げにしてくれやがって。仲間の仇だ。その白い羽を血で染めてやる。待て。なんだてめえ。そのチョコボはロザリアの心だな。こちらに渡してもらおう。俺たちの獲物だ。よそもなすっこんじゃねえ。悪いがそれはできない。これも仕事なんでな。
もう大丈夫だ。お前がロザリアの心か。トルガルが懐くなんて。その目の傷、まさかあの時の。やはりお前はアンブロシアなのか。アンブロシア、よく生きて。お前にも仲間がいるんだな。大丈夫か？心配になって来ちまったぜ。野党どもを倒してくれたんだな。チョコボも無事みたいでよかった。ああ、実は。やれやれ、ロザリアの心があんたのチョコボだったとはな。チョコボは物覚えがいい。きっと昔のあんたの姿や立ち振る舞いを覚えてて、俺たちを守ってくれてたんだろう。それにしても珍しい白チョコボを飼ってただなんて。もしかしていいところのでかい？いや、そういうわけでは。おっと、野暮なことを聞いたか。気にしないでくれ。アンブロシア、どうした？あんたと一緒に行きたいんだよ。ほら、お仲間も賛成してる。来てくれるのか。何年ぶりかに再会したチョコボとまた旅をする。なんとも泣ける話じゃねえか。よし、ちょっと待ってくれ。